おはようございます。3月30日木曜日の東京インフォメーションです。東京都は調布飛行場で持続可能な航空燃料の供給を行っています。調布飛行場で供給を行っている燃料、SAF、サステナブルアビエーションフューエルは、従来のジェット燃料とバイオマス由来のバイオ燃料を混合した環境負荷の低い燃料です。都は去年、ユーグレナ社と協定を結んで以降、さまざまなモビリティなどでバイオ燃料を活用した取り組みを行っています。今回は調布飛行場を利用するアジア高速が所有するテキストロンアビエーション式と共立航空撮影が所有するセスナ式に燃料を供給しています。さらに今日30日と明日31日の2日間は島嶼地域への定期旅客便にも供給されます。都は国内初となるパーキングチケット発給設備設置区画へ EV 用急速充電器を設置し運用を開始しました。パーキングチケット発給設備設置区画に EV 用急速充電器を設置したのは2箇所あります。一つは都道301号白山岩井田田町線の西側、港区芝公園4丁目6-8です。もう一つは、都道317号、環状6号線旧山手通りの西側、渋谷区猿楽町29-6です。充電器の利用は、パーキングチケット発給設備の臨時的な休止期間を除いて24時間可能です。1回あたりの充電は最大30分で、利用料金はパーキングチケットの手数料300円と充電料金です。都は IH クッキングヒーターの誤った使用による事故に注意を呼びかけています。これからご覧いただく映像はIH クッキングヒーターの誤った使用例として、汚れ防止シートを鍋の下に敷き、鍋に油を入れて加熱する実験の様子です。加熱開始から9分45秒後に煙が発生し、11分等秒後には発火しました。この実験はIH クッキングヒーターが火を使わない調理機器にもかかわらず火災の事故などが毎年発生していることから実施されました。都は実験結果を受けて、調理中にその場を離れない、揚げ物調理の際は特に注意する、そして取扱説明書に従った使用をするよう呼びかけています。花と光のムーブメント2年目の春は浮間公園で開催しています。花と光のムーブメント、去年に続いて開催しているのは板橋区と北区にまたがる浮間公園です。ボランティアとの共同で作られたチューリップ花壇には去年の倍となる2万球のチューリップが植えられています。夜になると燃料電池車による発電を使用した総エネ発電ライトアップで園内を光で包みます。花と光のムーブメント浮間公園チューリップは来月23日日曜日まで行われています。来月8日土曜日から17日月曜日までは浮間桜草祭りも開催され、浮間ヶ原桜草圃場が一般公開されます。
今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。